はい、えー、今回ですね、ドリアカの熟成さんから結果報告いただいたので、シェアしていきたいと思います。えー、11月の YouTube の結果報告です。添付ファイルは10月と11月のデータも載せています。動画で何本見せていただいても大丈夫です。何本。見せますよ。えー、表の簡単な説明で、左のアップ数は動画のアップロード本数で47って感じっていうのは、その期間中に4本アップして、今まで合計は7っていう表記です。 トラフィック操作は再生回数に対する単純なパーセントと再生回数に対する実質を出しています。チャンネル登録者数の増加しか表にはありませんが、経緯としては、11月24日500人達成、11月27日1000人達成、アドセンス審査開始、11月29日審査が通り収益が開始、11月30日2000人達成、現在3167人です。この実績をもとにセミナーをして、準備はなかなか忙しくて、同アップロードペースを落ちている分、12月の味です。 ここ10日間で収益は10万です。YouTube のセミナーは12月と1月に合計40人ちょっとの参加です。え昨日1回目のセミナーで5人に参加して4人が年間50万の YouTube 集客サービスを買っていただきました。すげえ。これやばいですね。これもう200万の売り上げですね。だからこの、このデータ、このデータ経緯を売って200万みたいなね。やりおりますね。はい、ということでこれデータですね。 データまあ、こ,こ細かく取ってますね。うん。はい。まあ、こんな感じ。まあ、合計7本。うん。うん、はい。まあ、でも、アップロードが少ないですよね。アップロードが。うん。だって、7本ぐらいですよね。これ、合計。一二三これ、7本中4本アップしたってことかな。こんな日に。あ、まだ4本しかアップしてないのかな。まあ、とりあえず、でも、アップロード数。 少ないけどね。こんだけ言ってるっていうのはすごいですね。YouTube たらけ再生回数割合。再生時間、視聴回数。これ66万7000。すごいですね。これ66万7000ってますね。66万7000。これ、どっかの動画が当たってるってことですね。で、合計、あ合計、今までの合計視聴回数が、この区間が。 11月22日から11月30日まで。つまり8ぐらい。7日が8日間ぐらいで66万回ってると。で、ここのトータルが84万回。ということは、もうちょっとで100万回回る感じですかね。うん。チャンネルの増加。うん。関連動画。うん。まあ関連動画がここら辺やっぱのい伸びてますね。うん。 うん、なるほどね、はい。ということで、まあ、データの方もつけてるみたいでいいんじゃないでしょうか。はいまあ、あのデータつけるっていうのは大事なんで、まあ、僕はその直接このなんだアナリティクスとかをあのなシェアしてもらう少しシェア、まあ、動画なんですけどシェアしてもらって、まあ、そこはちょっと一般にはアナリティクスが公開できないのであれですけど。 あやっぱデータ分析めちゃめちゃしてますね。だから結局なんでじゃあこれ売れたのかって話なんですよ。ここ重要なんですけど、なぜこの実績が、えー、5人来てね、4人売れたのかっていうところなんですよ。わかりますだってまだ結論ですよ。はっきり言いますけど、結論収益10万なわけですよ。10日で10万っていうのはすごいんですけど、ね、この伸び率っていうのはまあすごいですけど、結果はこれですよ。わかります結果は収益10万なんですよ。だ100万だ。 アドセンスで儲かってますよっていう話ではないわけですよわかりますだけどこれを50万で売れてる理由って何だと思いますこれがもう本当にミソなコツというか重要なところでここセミナーでじゃあ何をじゃあね僕はセミナー受けてないんでわかんないんですけどおそらくなんですけどなんでセミナーで4人が決まるのかっていうとこのデータをめちゃめちゃ細かく取ってるからですこのデータをめちゃめちゃ細かく取っていて実績で で、今、YouTube の傾向としては、こうです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 って、もう、もうこういうふうにやればいけるよっていうところを、もう、もうより具体的に説明できる、データをもとに。で、そのデータを見て、もう、信じざるを得ないじゃないですか、参加者の方が。で、今、現状として、YouTube やりたいとか、YouTube に悩んでる方は、そのデータを取れないわけですよ、やってないから。だから、データっていうのは、実はお金になるっていうことですよね。うん。要は、経験を数値化して、見える形にする。 例えば俺こんだけ稼いでるよそれ表面的に分かんないですよねだけど具体的にこれがこれでこれでこうなってこうなってこうなってその全部ゼータを見せて解説することができればそれがもうリアルなんであのまあなんだうんまあこの人から習えばすなんかいけそうだなっていう感じになるじゃないですかだからこれはねほんとね大事ですねデータをしっかり取るっていうのが実はこのセミナーをやるにしても商品を売るにしても非常に 説得力感が増すというか、うん、もう、圧倒的な証拠ですよね。なんか、稼ぎましたっていう証拠は、より、こっちの方がいいかもしれないですよね。こんだけ分析してますよ、みたいな。うん。分析ちゃんとしてますよ、と。で、全部データ以降も分かります。まあ、この50万のサービス内容がどういう内容なのか、ちょっと具体的には分かんないですけど。うん。まあ、いいと思います。だからまあ、結論、あれですね。うーん。 まあ、ドリアカでも教えてますけど、3万稼げるようになったら、じゃあ、その3万稼げる内容を数千円とか1万円とかで売れるわけですよ。だからこれは、なんだろうな、ちょっと逆パターンですよね。収益はまだ10万しか上がってないわけですよ。だけど、50万で売ってるわけですよ。これはカラクリマジックですよね。わかりますだから、このアドセンス収入だけで言ったら10万で終わりなんですよ。でも、これってレバレッジ効くんですよね、ここは。 わかりますこれはここ単品じゃないですか。だけど、ここでサービスに展開すると、50万で4人売れてるわけじゃないですか。しかも5人ですよね。例えば、この制約率で言うならば、もしセミナーを開催して、10名参加したら、うーん、8人が決まると仮定するじゃないですか。で、8、5、40で400万ですね、もはや。<laughs> 10人セミナー参加したら、8人決まったらもう、400万ですよ。やばないですか。だから今、その、うーん、 年収が200万円時代ってて言われてるわれるけじゃないですか年収200万円時代にセミナー集客10人して8人に売っても400万みたいな終了みたいなだここがマジックですよねだマジックはどうするのかっていうとしっかりデータをしっかり取ってやるってことですねでそこに付加価値をつけていくってことですデータ取ってる人あんまいないですからあとは本当にガチでやっていればそれが武器になります 分析してるというものも武器になります。だから稼げたよというのは誰でもわかるじゃないですか。だからその僕も動画本数結構こなしてるのも実は動画をこれだけやってるよっていうのも武器にしてるんですよ実は。こんだけやってる人いないよねと。情報発信してる人でこんだけ動画本数アップロードしてる人いないよねと。 稼げるとか稼げないとかじゃなくて、動画本数ここまでやってるし、ワンツーマン動画も撮ってるし、Q&A の動画も作ってるし、いや、ここまでサポートしてる人いないよねっていうところを武器にしてる部分もあるんですよ。だから、そのやってる量を武器にするみたいな。もはや量も武器になるってことですね。これはよく言われます。最近言われますね。やっぱ。うん。だから、要は武器の出し方というかね。うん、そこも大事なんで、うん。 まあでも今回すごいいい結果ですね。いやーしっかりこの自分の手持ちの武器をですねしっかりと出してこう売るっていうのは。うんはい、ということで報告いただいたのでシェア終わります。